先ほど高速道路で全身青ずくめのタイツ男がトレーラーの玉突き事故に巻き込まれ死亡しました。他の死傷者はない。恐ろしい事故もあったもんだな。でもテレビって面白いにゃ。私もテレビ大好き。あ、7時からの K1 録画し忘れちゃった。そもそもレコーダー持ってないだろ。始まるよ。勝って断る。選択肢が難しすぎるんだにゃ。そう簡単にハッピーエンドにはしてもらえんようだな。人生と同じだ。幸せは遠いのかにゃ。遠いとも。生まれてきた不幸の中でもがき続けるがいい。愛ってなんだろうにゃ。今日は愛についての物語。どうしてこんなことになってしまったんだ。バカですね。一人の力でどうにもならないというのなら、次回は試し役、二人であがいてみるのがいいんじゃないかな。まさかデートの約束が全て重なるなんて。あんたは節操がないんだよ。シロウ君こそデートが重なったって。俺はみんなを幸せにしたいんだよ。また耳障りのいいことを。俺は本気だ。しかし君の彼女王様だろ。殺されるんじゃないのか。言いたかったことはそれだけですか。かもしれない。だけど死んで済むなら死ねるだけいいじゃないか。きっと俺には死より恐ろしいことが待っているだろう。殺してあげる。怖すぎなんですけど。ああ、真相だからな。そこでだ。殺されない。死なないためのタイムテーブルを考えるしかない。おお。できたぞ。すげえ。まず5時、いや4時起床。早っ。ファクソンとの約束は早朝から始める。同時に翡翠と約束していた家の修理も早朝から開始。何、そんなことが可能なのか。可能にするんだよ。じゃなければ殺される。脚立を取ってくると言って翡翠から雲隠れ。コアクさんの実験はあらかじめ作っておいた抜け穴から脱出。心苦しいが何も知らないコアクさんはカプセルの前でいないはずの俺を待ち続ける。なんて計画だ。天才か。ここからが本番だ。アルクを映画館に突っ込んでトイレに立つふりをして、その間に先輩とカレーバイキングで合流する。遊園地で置き去りにした妹さんはどうするんだ。2時間おきに姿を現してはその度迷子になる。すげえ、一部の隙もないロジックだ。だろう。遊園地で迷子になるなんて常識だ。確かに納得できる。あんた悪魔だな。君だって悪魔的だ。このさくらって子も
正午に帰宅させるなんて斬新すぎる。さくらなら分かってくれる。俺はただみんなに幸せになってもらいたいだけなんだ。この日おあつらえ向きのビュッフェバイキングが催される。そこにセイバーを投入する。レストランに5時間近くいられるものか。締め切り前の脚本家じゃあるまいし。セイバーはいつも腹ペコだ。いけるな。その間デパートで遠坂とショッピング。バイキングと同じ敷地内。考えたな。夜はみんなで夕食だ。同席。女は魔物だぞ。何のんきなこと言ってんだ。みんないい子だ。分かってくれる。そうだな。俺たちは良かれと思ってやってるんだしな。そうだよ。よし、いけるな。ああ、いけるぞ。なあ、これやっぱり無理じゃね。もうダメだ。まったくだ。最低だにゃ。どうやってもうまくいく気がしない。じゃあどうしたらいいんだ。どうもこうもあるか。腹をくくるしかないのか。こうなったら。そうだ、悩んでいても仕方ない。おお、多少無茶でも計画通り全員とのデートを成立させるのみだ。そうだな、みんなを幸せにするんだ。シキさんとの計画は完璧だ。サクラと映画館に行って間髪入れずにセイバーとビュッフェバイキング。遠坂とはまた別の映画を見る。いける、いけるぞ。あ、おはようございます、シキさん。約束の時間になっても起きてこられませんでしたので、ついお連れしちゃいました。なんだこれは。テレポート実験です。ちょっと宇宙の果てを見てきてもらえますか。なんだこれは。エネルギー充填 80%、 90%。 やばい、このままじゃやられる。 120%、 テレポート。やりました。まさか本当に成功するなんて。やられるところだった。おはようございます、シキ様。おはよう、ヒスイ。約束通り屋根の修理を手伝いに来たよ。なかなか来られないので心配いたしました。今何時。9時40分です。まずい、計画が。脚立を取ってくるよ。脚立ならここに。もっと大きなやつだ。大きな人間でありたいよね。遅い。ごめんごめん。今日は二人でいっぱい映画見るんだよね。ああ、豪華10本立てだ。アルケイドは映画好きだ。これで足止めする。先輩、まだ上映まで早いと思いますよ。ああ、いいんだ、早めに入っておこう。なぜなら速さは正義だよ。そうなんですか。お、うわあ、さくら、こっち。迅速かつお手軽にさくらを幸せにしたいと。ちょっとつまずいただけさ。飲み物買ってくれ。いや、遠坂、どうしたの。誰かと話してた。何を言ってんだ、俺はずっと一人だったけど。シロー。何言う。遠坂、パンフレット買ってきてくれ。は？なんで私が。今すぐ一緒に読みたいんだよ。そんなに言うんだったらしょうがないわね、シロ。なあ、セイバー、どうしてこんなところにいるんですか。待ち合わせはレストランの前だったはずでは。ああ、もちろんだ。今から行こうと思ってたところさ。危なかった。だがまだ大丈夫だ。シキさんはうまくやっているのだろうか。もう、
脚立あったよ。あ、トンカチ忘れた。トンカチ、もっと大きなやつだ。夢は大きく会いたいよね。うわあ、ちょっと俺トイレ。怖い、漏れる。大慌てですね、先輩。でもまだ始まってませんよ。いや、挙動不審になるくらいデートが楽しみでさ。私も楽しみでした。こうやって先輩と二人でお出かけするのが。あ、始まりますね。そうだ、喉が渇いたな。飲み物買ってくるから、さくらは気にせず見ててくれ。シロ、長いトイレでしたね。むやみに素敵なトイレなんてつい長居しちゃったよ。セイバーはいつも腹ペコだ。ここでなんとか足止めするんだ。今頃シキさんは宇宙の果てよ。こくり。もう遅いですよ。大丈夫ですか？あと何ですかそれ。ナイス先輩。ちょっと顔を洗ってきますから。先に入ってて。遠野くん。トンカチあったよ。ありがとうございます。あ、抱えた切りバサミ忘れた。お願いします。ずるい。女なんて映画館に突っ込んでおけばいいのさ。こいつ絶対殺されるよね。チキー。そうだね。シロ、午前中からずっとビュッフェバイキングとはいかがなものでしょうか。いいんだよ、セイバー。今日は食べたいだけ食べていい日なのさ。シロ、大好きです。ここまでは完璧だ。シキさん、やれる、やれるぞ。シロ、イリア、どこ行ってたの。今日は私と遊園地に行く約束だったのに。素で忘れてた。先輩、どこ行ってたんですか。トーノ君は食べないんですか。なんか食欲がなく。ここまでは全くもって順調だが、何か忘れているような。兄さん、遅い。一番厄介なの忘れてた。先輩、遊園地に行こう。今すぐに。あ、急にどうしたの。先輩と遊園地に行きたいんだよ。そこまで言うんだったら。シキー、映画飽きちゃった。こうなったら全員を一つの場所に集めてどうにかするしかない。いや、シロ君。いや、シキさん。まさか言い逃れしようだなんて思ってはいないでしょうね。なぜだ、シキさん。なぜこうなった、シロ君。兄さん、これはどういうことかしら、シロ。うわあ。ついに全員揃ったね。これは僕らからの素敵なサプライズだったんだよ。ナイスだ、シキさん。今日はみんなで楽しもうって思考なのさ。そうだよ、みんなで幸せになれるならそれが一番だ。シロ。先輩。遠野くん。兄さん。シキ、探しましたよ。うん、今日は私とデートの約束ですが、何か。はあ、あ、そうだ、忘れてた、最初から。シキさん、随分と気が多いよね。
つまり八つ裂きになりたいってこと。あー待て、何かインガリスが狂ったんだ。運命のいたずらだ。そうだ、うまくいくはずだったんだ。これなら誰も傷つかないって。言いたいことはそれだけですか。落ち着いてくれセイバー。は謝るな。シロウ君、やっぱり同時にドキドキデート大作戦だなんて、あんなことしちゃダメだよ。そうですよね、シキさん。同時じゃなくて別々の日にデートしないといけなかったんですよ。え、ああそうだな。俺はみんなを幸せにしたかっただけなのに。そうだね。しかし今となってはなんであんな無茶な選択肢を選んだのかわからない。何か外部から大きな力が働いたとしか思えない。四季さんもですか？俺もそんな気がしてならないんです。アンケート的な言い知れぬ何か。過去のことはもういいじゃないか。俺たちやり直せるよな。ねえ、当たり前じゃないですか。きっとみんなも分かってくれる。チェッ、日和りやがって。女なんて映画館やランチバイキングにピッ突っ込んでおきゃえんすよ。なんかあいつら勝手な言い草すぎて腹が立ってきたんだけど。あれ反省してるのかな。あれで反省？たく、ハーレム系主人公は何ですか。男にモテ遊ばれた嫌な過去でもあるの。ねえ、どうやってもうまくいく気がしない。じゃあどうしたらいいんだ。どうもこうもあるか。腹をくくるしかないのか。こうなったら、今までいろいろあったけど中途半端はいけない。そうだ、それは結局誰も幸せにできない。そうだ、俺の一番大切な人と。そう、俺の一番大切な人と。アルクエイド。セイバー。だけどこの時僕たちは分かっていなかったんだ。この後あんな恐ろしいことになってしまうなんて。あの恐ろしい惨劇の3日間を。何人も一緒にデートするなんて会っちゃいけない。俺は大きな決断をしたんだ。みんな分かってくれるよな、セイバー。あ、シロ、あ、いや、これでよかったんだよなって。これとは。俺がセイバーを選んだこと。何を今さら。俺が出るから。はい、エミア。ああ、シキさん。シロウ君、あれからどうだい。どうって？あの X デーを終えてから何か変わったことは起きてないかい。何も特には。だったらいいんだが。何かトラブルでもあったんですか？いや、何も。ナーバスになってるんですよ。なんてったってシキさんの彼女新祖ですからね。よく知りませんけど。ああ、そうか、ナーバスになっているのか。頑張ってください。種族が違ってもきっとうまくいきますよ。ああ、そうだな。あ、そうだシロ君、気晴らしに男と。シキさん、
おはよう、さくら。さくら？先輩、朝ごはん用意してありますから。ん？あ、さく。ん？ん？いやあ、虫！どうしました、シロ？うわあ！シロ？いや別に何でも。シロ、朝食は？あ、もう済んだよ。あ、遠坂、どうしたんだよ、急に出て行ったまま。何がですか、エミヤ君。遠坂、遠坂、あのさ。どいてもらえます、エミヤ君。私、職員室に手伝いに行かないといけないので。ああ。このように3次関数はカーブが2種類あるグラフで。おかしいな、なんだろう、体がだるいぞ。朝食を抜いたからか。そうだ、きっとそうだ。あれ、おじさん、俺きつねうどん頼んだんですけど。ん？なんだよ、他の店に行くか。カレーラーメンお待たせ。こちらスープカレーのセットですね。カレーオムレツです。お好み焼きカレーお待ち。カレーパスタでございます。カレー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 、カレーは嫌だ、カレーは嫌だ、カレーは嫌だ。え？いやあ！どうかいたしました、しきさん。こ、琥珀さん、カレーが。カレーなんてありませんよ。蛇口からカレーが出たんだよ。はあ、カレー王国の悪夢でも見ていたんですかね。そんな懈怠な夢見るか。翡翠、聞いてくれ。四季様、すぐにお着替えを用意いたします。聞いてよ。何が起こってるんだ。ん？うわあ！どうしたんです、シロ。熱が。学校に着いてからずっと具合悪くて。先生、朝は何ともなかったのに。なんでさ、なんでか、なんで、なんで、なんでやねん。シロ。呪い。うわあ！実はごまたかけていたんだ。ごまた？あ、いや、六、七。シロ、あなたもなのですか？俺は。みんなを幸せにしたかったんだ。そんな身勝手な幸せあるわけないでしょう。まあ細かいことはどうでもいいけど、二人とも覚悟はできてるんでしょうね。申し訳ありませんでした。煮るなり焼くなり好きにしてくれ。みんなを幸せにできなかった俺が悪い。その言葉、本当でしょうね。アキハ、先輩、みんな、なんでさ。そうやって、罪を認めてくれさえすればよかったんです。悔い改めてくださいね。別にこっちだって、いつまでも怒ってないわよ。バカじゃないの。まあこれ以上、兄さんを責める気はありませんけど。
申し訳ありません、四季様。悪ふざけが過ぎちゃいましたね。先輩、よかったですね。みんな。へえ、妹たちはそれでいいの？反省すればいいなんて、人間ってわかんないわね。セイバーはそれでいいの？過ちは直せる。その通りです、シロ。やり直しましょう、すべてを。ダメすぎる主人公から、輝かしい魔人間として。ありがとう、みんな。シロ君。シキさん。俺たちの青春は始まったばかりだ。青春だな。青春ね。本当かにゃ。ただいま。あれ？あれ？もうデートはゴリゴリだ！次はお待ちかね、あれの回答編。どうやってもうまくいく気がしない。じゃあどうしたらいいんだ。どうもこうもあるか。腹をくくるしかないのか。こうなったら